長い目で見て窮地に立たされているのはむしろ中国だと言えるかもしれません。日本国内で連日報道されている福島第一原発の処理水海洋放出問題、隣国である中国や韓国が日本に対する反発の声を強めるなど、日本だけの問題ではなくなってきました。特に中国は海洋放出が開始された2023年8月よりいち早く日本産水産物の輸入を禁止するなど大胆な措置が目立っています。それを受け水産物輸入に関わる人々にとって大きな痛手となり、対策の必要性が考えられていましたが、今度は日本の観光業界にまで大きな影響を及ぼしつつあるというのです。日本に強気な姿勢を取ることで処理水の海洋放出を止めさせることが目的だと考えられますが、実はこれが表面上の建前なのではないかと言われています。中国がここまで強気に処理水問題に食いついてくる理由は、中国国内で起きているある問題が原因なんだとか。ある問題とは何なのか、そして日本と中国の今後はどうなってしまうのか、詳しく解説していきますので、ぜひ最後までご覧になってみてくださいね。1、中国の報復行為による観光業への影響。東京電力福島第一原発は2023年放射性物質を含んだ水を適切に浄化した処理水を海洋放出すると発表しました。これは国際原子力機関 IAEA の基準にきちんと則ったもので、人体にも環境にも問題がない濃度まで薄められていると科学的に証明されています。そしてもちろんこの根拠を世界に明示した上で海洋放出を発表したわけですが、当初からお隣の中国は声を大にして批判の声を上げてきました。実際海洋放出を開始した8月のうちに日本産の水産物の輸入禁止という措置をはじめ、9月現在まで続いています。中国はこれまで日本の水産物輸出先としては圧倒的1位だったので、日本経済だけでなく漁業や加工に関わる人々にとって相当な痛手ですよね。しかし中国による日本へもたらす悪影響はこれだけで終わりませんでした。実は最近観光業界にも少しずつ影響が出ているというんです。中国から日本への旅行ツアーではキャンセルが相次いでおり、全体の1割にも上ると言われています。また中には日本へ向かうツアーの新規受付を見合わせている旅行会社もあるそうです。確かに旅行会社の立場になって考えてみれば、ツアーの予約を直前にキャンセルされるくらいなら初めから日本以外のツアーに力を入れたいと思うのも頷けます。中国自体の日本への措置の良し悪しは置いておいて、旅行会社の対応自体は致し方ないかもしれません。とはいえ中国の団体ツアーは新型コロナウイルスの影響で約3年間規制されていましたが、8月になってやっと解禁されたばかりでした。これから観光業が盛り上がってくると思われた矢先にこのような状況になってしまったので、観光業界にとっては余計にショックが大きいと思います。処理水問題が解決するまでの間、日本の観光業に多大なる影響が出ることを考えると、どうにかならないものかと思ってしまいますよね。2、処理水海洋放出に対する日中国民の反応。日本人である私たちはどうしても日本人の関係業者に同情する気持ちが強くなってしまいますが、一方の中国人は今回の件をどのように見ているのでしょうか。もちろん人それぞれ考え方が違うというのは前提として、やはりどうしても現在の日本産水産物には不安があるので買いたくないと考えている人が多いようです。確かに危険な可能性のある食べ物を食べたくないと思うのは
人間としてごく自然な考えだと思いますが、中国人の多くがこのような感じ方になっている原因は、中国による偏った報道の影響もあると考えられています。前述しましたが、福島第一原発が海洋放出している処理水は、人体や環境に悪影響がない程度まで浄化されたものです。これは日本が独自でそのような主張をしているわけではなく、国際的に定められた基準をしっかりクリアしています。つまり、処理水の中で生息していた水産物を食べたとしても、人体に影響がないということが科学的に立証されているのです。日本国内でも賛否両論あるものの、このような説明が丁寧に報道されているため、中国に比べるとだいぶ理解が進んでいます。具体的には、スマートフォンサイトで行われた全国世論調査によると、全体の 83% が処理水放出に関して容認の考えを示しているそうですよ。実際、福島第一原発の処理水が放出された後も、今まで通り水産物を食べている日本人が多いのではないでしょうか。一方、中国では圧倒的に不安や反発の声が多く聞かれます。現に中国国内では処理水放出の報道を受け、日本人への嫌がらせが起きているそうです。現地の日本人学校や大使館に石やレンガが投げ込まれたり、日本国内へ中国からの迷惑電話が相次いだり、処理水に対して不満を持つのは個人の自由ですが、だからといって他者を攻撃していい理由にはなりません。このような非人道的な行為はすぐにやめてほしいですね。 3. 中国の歪んだ報道やフェイクニュース。ただ中国人の一部がこのように過激な行動をとるほど日本に反発している原因は、正しい理解をするのに十分な報道がされていないため。日本で報道されているような科学的根拠に関する情報をほとんど流さないどころか、不安を煽るようなコメントも多いそうです。国民の多くはわざわざ日本へ出向いて事実を確かめたり、日本人にコンタクトを取って真意に近づこうとしたり、そのような行動は取らないでしょう。そのため報道されている情報を素直に信じることになります。中国のメディアでは処理水を核汚染水と呼び、日本を批判、水産物の購入を規制するような発言をしていますので、国民の考えが偏るのも当然ですよね。また中国の報道は正しい理解をするのに情報が足りていないだけではありません。なんとフェイクニュースともいえるような全く事実と異なる情報までメディアが流しているというのですから驚きです。例えば処理水については、2011年にその安全性を示すため日本の大臣がコップ一杯飲んでみせたことがあったのですが、中国ではその人物が処理水を飲んだせいで癌になり死亡したという情報が流れているんです。しかしこれは全くのデマ。なぜならその大臣は現在もご存命で、癌にかかったという事実もありません。ご本人は今回中国でデマ情報が流れていることを受け、当時の自分の行動により福島県の方に迷惑をかけて申し訳ないと謝罪していますが、むしろ安全性をアピールするための素晴らしい行動だったのではないでしょうか。確かに昨今の処理水問題の渦中では火種にされやすい行動だったとは言えますが、悪いのは根拠もなくデマを流した中国の方です。この大臣が謝罪する必要は全くないのではないでしょうか。 3. 中国が処理水批判をする本当の理由とは。さて、ここまで中国での処理水に関する世論や中国の歪んだ報道についてお話ししてきましたが、気になるのは中国はなぜ報道を歪めてまで日本の処理水を批判してくるのかということ。もちろん
隣国として少しでも危険性が疑われるものは流してほしくないという思いを持つのも不思議ではありませんが、実は全く関係のない理由で中国が今回の処理水問題を利用しているのではないかと言われているんです。そしてその理由というのが、ズバリ中国国内の問題から国民の目をそらすこと、うなぎ登りの経済成長を続け絶好調かに見えていた中国経済ですが、近年は停滞が指摘されています。特に不動産バブルの崩壊など国の経済状況の悪化が深刻な状況だと言われているそうです。不動産については、少し前までの中国は本当に勢いがすごかったですよね。建設会社の名前を売るためにところ構わず高級マンションを建設し、居住者がいない無人マンションになっているなんて話も中国ではよく聞きます。通常マンションを建てるのであれば、交通の便や周辺環境から居住者の需要などを考慮して場所を決めるものですが、中国ではとにかく話題となるマンションを建てることを優先していたため、そのようなことは全く無視という状況が多かったのです。その結果、どんなに素晴らしいマンションでも不便な場所では居住者が見つかるわけもなく、建設業者はどんどん負債を貯めていくことになりました。そして負債が積もり積もっていった結果、経営不振に陥り、建設途中のマンションを途中で放り出すという信じられない事態も起きています。しかもそのマンションは完成前から居住希望者を募り、金銭の支払いまで済んでいるんだとか。それにもかかわらず、マンションの工事を進めるでもなく、お金を返すこともなく、居住予定者は暴動運動を起こしていますが、これも当然の行為だと言えますね。一刻も早くその人たちにお金か家が戻ることを願っています。ただ今の中国国内では、こういった不動産に関する問題が決して少なくありません。実際に被害に遭っている人はもちろんですが、直接関係のない人々も国内で起こっている悲惨な事実を知れば、中国経済への不安視、そして政府に不満を持つのは自然なこと。中国政府はこういった国民から政府への不満から目をそらすために、中国人全員の敵として日本を利用しているのです。同じ敵を作ることで仲間意識が強まるというのは、日常の集団生活でも実感できる心理だと言えますが、今の中国が行っているのはまさしくこれだと言えるでしょう。ただインターネットが普及し、以前よりも国外の情報を簡単に得られるようになった昨今、中国は情報規制がされているとはいえ、知ろうと思えば事実を知ることも難しくはないはずです。中国国外の報道や情報を知れば、日本の処理水が科学的に安全が保障されていると簡単に知ることができます。また中国政府が自国の問題から国民の目をそらすために日本を悪役にしているのだと知ったら、むしろ一層政府への不信感を募らせる原因になることも考えられます。確かに報道によって日本の処理水に対する国民の反発心を煽ることには成功していますが、それが全ての人に効果があるかというと、決してそうではありません。現に日本の処理水に関しては気にしている人もいれば、そうでない人もいるよとコメントしている中国人がいるように、中国のあまりにも偏った日本を批判する報道に対し、常に不信感を持っている中国人がいるということがわかります。経済の悪化という最も大事な問題に真摯に向き合い、対処法を考えるのではなく、うまくごまかして国民にバレないようにする、そのような不誠実な政府の対応には今後余計国民から不満が募っていくでしょう。中国から水産物の輸入を止められて日本が現状困っているのは確かですが、長い目で見て窮地に立たされているのは
むしろ中国だと言えるかもしれません。中国は他国にイチャモンをつけるよりも国民の信頼を得られるよう、少しでも早くやり方を変えていくべきなのではないでしょうか。日本が処理水の海洋放出する旨を発表してから、中国の批判的な声がひときわ目立ってきました。日本と中国は領土や歴史上の問題など普段から対立が多いので、何でもいいから日本を批判したいんだろうなと思った人も少なくないのではないでしょうか。しかしそれ以上に、国内の問題から国民の目をそらすというしたたかな目的があったのですね。そんな理由でツアーをキャンセルされたり、水産物輸入を禁止されたり、非人道的な嫌がらせを受けたり、巻き込まれた人たちからすればたまったものじゃありません。またこのような目先のことだけ考えた不誠実な姿勢は、中国国内にもいい影響を及ぼさないでしょう。中国は今の姿勢を見直して、国内外の信頼を取り戻すよう努めてほしいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ、皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。